人工知能応用、まあ、汎用 HPC 向けええ、プロセスサーコア構成技術ということで、えっと、えお話しさせていただきます。えっと、まずですね、あの従来技術と、まあまあ、その問題点というところからですけれども、ちょっとお待ちください。えっとですねあの、基本的な問題点というのはですね、あの まあ問題点というよりも技術的背景ですけども、あの人工知能の,た、まあ、あの特に深層学習応用ですけども、であの必要となる、ね、計算能力は非常に急速に増大しているということがあります。これは、まあ、あの少し圧力もないか、あの2、3、2年ぐらい前の,、まあ、あの少し調べた、えー、っとレポートで、MIT テクノロジーレビューに載ってたものですが、だとですね、あの必要な計算能力が、まあ、3、4ヶ月で倍増と、まあ、なのでこれもあの1年でえええ1桁増えるとか、そういうようなペースで増大しているということになるわけです。なので、このです、ね、計算能力の,能力の向上というのが、まあ、あのというか、向上がです、ね、十,分十分ではないということが、真相学習のです、ねまあ、いろんな応用です、ね、あの非常に重要な、えー、とボトルネックになっているということになります。 ここでますね、でじゃあ、あの今まで,です、ね、その問題にあのどういうふうに対応してきたかというわけなんですけども、えー、と基本的にです、ねまああのまあ、普通の CPU とか、ある,あるいは GPU、ね、を使うということをやってきたわけです。であのもちろん、CPU に関してはです、ねあの、インテルの、えー、とあ普,通普通の、まあ、インテージ4とか、ココアなんとかとかといっている、まあ、普通のいわゆる X86、ATX の CPU ですね。 を使ってきてきいる、まあ、あのでこれは、じゃあ、真相学習向けにです、ね、あの非常にあの性能が上がるようなあの、えー、と対応してきているかというと、今まではあのそういった対応は全くないわけではないんですが、あの部分的で、まああの、非常に具体的には、ね、SP16 と呼われている、まあ、いわゆる反精度ですね、あの普通の不動小数点の数というのは32ビットのデータを使うと、まあでまあ、あの多くの科、えー、学技術計算では32ビットじゃなくて倍精度と言っている。 6 4ビットを使うということなんですが、それを1 6ット t 短くしたもの。これは、えー、FP16 とか、あ,あと,、えー、とバイナリー16とか、まああの、いくつかフォーマットがありますが、えー、と要するにあの不動小数点の,、まあ、あの小,数小数点以下を表す仮、えー、数部とい,というものですね。それを、まあ、1 0ビットとか8ビットとかそういう非常に短い語調にして、まあ、それによってあの性能を上げるというものなんですが。 えとまあ、あの人工知能に関しては結構これぐらいで、あのえー、と学習も含めて、ですねあの推論だけじゃなくて、学習を含めてこれぐらいの精度でも良い結果が出るということが、ここ3、4年ぐらいにまだだいぶ分かってきているわけで、まあ、あのそれをサポートするというのがあの一般的になっています。まあ、なので、あの我々の,あの学習も開発にかかっていたわけですが、あの理研の富岳でもです、ね、ピ p 1 6のサポートは知っているということになります。 であのですね、ただ、やっぱり CPU だけでは十分じゃないということがあって、今の真相学習の,あのアプリケーションというのはほとんどです、ね、GPU、まあ、GPGPU を使って行われています。でまあ、であの今、GPU の主力メーカーというのは、えー、とあの両方ともアメリカの,、ね、の NVIDIA と AMD ですが、真、ま、相、あ、学習に関してはかなり圧倒的に AMD じゃなくて、えー、NVIDIA が占めておりまして。 その一つの理由は、あの非常に早い時期に FP16。それからですね、あの最近はその単に FP16 の、まあ、演算というだけじゃなくて、実際に深層学習で最も重要なです、ね、行列×行列の乗算に、まあ、対応した、まあ、それ専用の演算機を持つというふうになってきている。あのこれによってですね、GPU、NVIDIA の,の GPU が非常に伸びているということが起きています。それから、さ、ま、ら、あ、に大規模な、えー、とアプリケーションになると、あのえーと あの普通のスパコンで、まあ、あのみんな使っているあのインフィニバルネットワークとかを使って、ま,あ、またスパコンの技術であるエンペアを使って並列、まあ、化するということが進んでいるわけです。じゃあ、あのそういったですね GPU とか、あるいは並列化で,あのそうですあの精度問題を解決してあの、我々はハッピーかというとなかなかそうでもないというような現状で。あの それを示しているのは、この左側のグラフ。これはですね、トップ500というあのスパコンの性能、まあ、ランキングですね。を持ってきてるわけなんですが、この、えー、っと、一番上は合計性能かな。あの、この、これはあのトップ500のランキングに乗ってますね。全部の合計性能で、この下のちょ,ちょっとこう、あのジャンプがあるのがあの一番あのトップワンですね。で、この一番下がですね、あの、500番目。 の,のだったと思いますがこのトップ1で見ていくとですね、えー、2011年、12年、ここにこうジャンプがあって、これが軽コンピューターですね。それからまたしばらくちょあーの、まあ、続いてまあこのジャンプがあって、これがえっとです、ね、今、利権の数働して不楽になりますが、まあ、そういったところであの日本もです、ね、ちゃんとトップ1レベルの性能を出しているわけなんですが、この全体性能で見ると、ですね明らかにこの,この辺で、 折れ曲がっているわけです軽、ねまあまあ、コンピューターぐらいまでのです、ね、2011年、12年ぐらいまではあのこういう、まあ、傾きで伸びてきているものが、あのその性能のみがです、ね、非常にこう減っているということが分かります。で、その,あの非常に大きな要因は何かというと、この,あの電力値性能というものになっていて、これはあの最近10年間のです、ねこれはえー、とトップ500でなくて、その中で,です、ね、一番電力性能が高いマシンのリスト。 を作ってる、えーとえー、グリーン500というものがありまして、それのトップにあるマシンとその電力性能をです、ね、持ってきたものですが、2011年からに去年までですね。で、そのですね、この演算性能自体は大体100倍近くか、まあ、50倍ぐらいかな、上がっているんですが、その電力型性能だとです、ね、この2.1ギガフロップスパーワットから21.1ギガフロップスパーワットまで,で、ね、10倍しか上がっていないということがあって、 この,です、ね、あの電力あたりの性能というのがです、ね、あのこの計算能力拡大ということの非常に大きな障害になっているということが分かります。じゃあ、あのさらにも,もう一つ問題を、えー、と戻ってです、ね、なぜそういったあの電力性能の、ま、向上の限界が起こっているかということなんですが、これはまあ,ある意味簡単な話になっても、もう半導体技術の進歩の,進歩の限界というのが見えてきている。 ということになります。これはあのいわゆるあのムーアの法則というの終焉という、まあああまあ、そういう言い回しを使うことが多いんですけれども、もともとのムーアの法則というのは何だったかというと、あの半導体がです、ね、微細化すると,、えー、と、サイズに比例して電,電圧を下げることができる。それからサイズに比例して、そのあのこれ CMOS、まあ、デバイス、そ、ま、の、あ、データだと、その電極はあのは主にですね、あの キャパシタとして存在しているあの規制容量で、まあ、それを充電して放電するということを繰り返すので、まあまあ、あの電,気電気が食うわけなんですけれども、これは小さくなる。で、この2つを合わせるとですね、あの非常にいいことがあって、あのトランジスタのサイズの3乗に比例する、つまり、トランジスタの、まあ、設計ルールが半,が半分になる。例えば、えーとですね、1ミクロンがその半分、まあ、0.5ミクロンになるとですねあの、使う電気が8分の1に減ると,ということがあったわけです。で、これがまあ、その2000、 まあ要するに2000年代前半まではこういうことが生きていて、非常に性能効果というのができたわけなんですが、その後何が起こったかというと、一つは電圧の下げるのが,もうがもう限界になっている。半導体なので、なんかギャップ電圧とかそういったあのあの半導体としてまあ動作できるまあ限界電圧があるわけで、それにだいぶ近づいてきている。それからあのやっぱりですね、トランスはどんどんちっちゃくしていくと、もうあの <laughs> あの今までの の構造では動作しなくなっていて、えーとですね、あの3次元構造とかと言われているフィンェットとかオールゲートアランドとかそういった構造に変わってきている。でこれはあの一個一個のトランジスタは確かにちっちゃくなるんですが、あの実は、えーと、なんだっけ、あ,のあ,ん,まりあんまり規制,の規制容量です、ね、に関して言うとそんなに減らなくなるということが起きているわけです。であのその結果あの が割とはっきり見えているのは普通の CPU でですね、あのクロックが上がらなくなった。これはあの典型的なインテルとか、まあ、あと軽コンピューターとかも入れたと思いますが、そういったものです、ね、あの CPU のクロックが、えー、と時間のまあ関数としてどう発展してきたかと思うんですが、まあ、2005年ぐらいまではすごい勢いで,で、ね、CPU のクロックが上がっているんですが、ここでこうあのパタっと止まってです、ね、どっちかで最近下がっている。例えばあのですね、これはまあ、 K とかの富士通のツバコンでもそうで、K コンピューターの前の FX1、えー、とい FX うやつは 2.5GHz だったかなですね。で、まあ、2008年ぐらい、もうちょっと前か、8年かに出荷されてるんですが、えー、K でですね、2GHz、まあ、ちょっとここですね、下がっていて、また、富樫もやっぱりですね、2GHz なわけです。だからもうあの黒くわからないということになってきて。よいしょ。で、えっ、ー、とですね、 じゃあ、そのですね、クロックが,が上がらない中で CPU の性能はど,どうやってです、ね、上げてきているかということなんですが、えっ、ー、と、割とい,、まあ、いろんなことをやっていますあの。一つはスーパースカラーとかですね、アウト・オブ・コーダー機能とか言われるあの、複数の命令を並行処理する機能。それから、まあ、あのシムの実行ユニット、まあ、SIMD とか、まあ、シ,ムディシムドとか呼びますがあの、シムの実行ユニットでの,あの一命令で複数のデータを処理するという機能。 それから、えーとえー、とマルチコア化と、あの要するにあの1個のチップの中に CPU コアをたくさん入れる。例えば、あの理系の富岳の場合には48コアが入っているということになります。で、これもですね、これはもうですね、あのかなり CPU で限界に近づいていて、あの不動小数点の演算機をこのスーパースカラーで平、まあまあ、行実行するわけなんですが、えーと2、2個以上、あ 2, 個まあ、2個積んでいるのが今の、まあ、標準で、まあ、3個と4個が積んだものというのはもう今、 今の一線のプロセッサーではありません。これは、あのーーこ,こういったですねあの制御をする、複数の命令を並行し制御するというのは非常に難しいということがあって、あの2個に止まっている。それから、シムド幅ですね。この,あの1命令であの何個のデータを処理するかですが、これもですね5 1 2ビット以上のものは今ありません。あのインテルと,、えー、と、それから、えーえー、とあの実の富岳ですね。 512ビット採用していて、AMD はまだ256ビットに止まって、それ以上上げるのにちょっとメリットがあるかどうか分からないというふうに考えているまあ気がしがあります。それから、マーチコアの,あの1個の,あのプロセッサーの中での CPU の数なんですが、CPU コアの数なんですが、えっと、これあのですね、先ほどの話で、例えば富岳が48コアあるんですが、実はこれ12コアずつに分けて、それぞれにえとメモリをつけています。それから、AMD も同じで、 64アの,のプロセッサーがあるんですが、やっぱり16アは全然、ね、分けて、えーとですねあの、別々メモリーをつけるということをしています。だから結局、16ア以上にあのどんどんです、ね、共有メモリーあのあの、コア数を増やすことができてなくて、まあ、特に AMD の実際、えーとですね、プロセッサーの,あの1個の大チップは8コアしかなくて、その8コアのチップをたくさん1個のソケットに付けているというような、そういう構成に変わってきています。 じゃあ,あ,のあの、もちろんですね、今ここで詳しい方はですね、GPU はもっとたくさんコアがあるじゃないかというふうに思われると思うんですけども、まあ、あのそれはその通りです。で、そこはですね、いろんなことをやっている、あの今、普通の GPU とは違うあの計算法を使っているということがあって、まあ、そういうことができているということになります。えっ、ー、と、一つは、えー、とスーパースカラーとかですね、アウトボーダーとかそういう機能が実は GPU は基本的には入ってなくて、あの非常に多数の えとスレッドと呼われている、まあ、あのプログラムラインですね、実行することによってあの性能を上げる、それから、えーとですね、あの CPU では実はあの非常に大きな,大きなあの性能を上げることに障害になって、キャッシュコーヒーレンシー、要するに複数のコアの間であの、こっちのコアでアップデートしたキャッシュの中身がアップデートされたということがですね、ねあの,他のコアに分かるようにするという機能ですね、そういう機能を、えー、と排除しています。 いうことで、まあ、あのかなりです、ね、電力性能を上げている。でまあ、どれがらい違うかというと、大体、まあ、あの電力あたり,あたりとか面積あたりで、まあ、3倍から5倍ぐらいになっているというのがあの今の CPU とあの GPU を比べたあの性能差になってきています。そういうのが今の技術の現状なんですけれども、これやっぱり大きな問題なのは、ですね、えー、とこの CPU の改良もですね、GPU の改良もですね、 あのなんていうか、今まで積み重ねてたものからちょっと改良するということですねずっと積み重ねてきていて、あのじゃあ、原理的にどこまでいけるのかと、あの今のわれわれの半導体、テクノロジーを使って、どういう性能が実現できるはずかというのが、ね、あ,んあんましよくわからないんですね。だからで、それはどういうことかというと、今やってることがどれぐらいよいか、まああの玄に近いのか、玄関に近い。 も,もっと改良の余地はすごくあるのかとかいうことは分からないので、なので、あのじゃあどう、どうすればいいかというか、あの要するに、そもそも何かできるのかどうかというのがあま,りあまりよく分かっていないということが大きな問題になっていると思います。でその限界が非常に明確な例というのはあの、例えばですねあの、ガソリンエンジンとか、まああの、電池の発電でも何でもいいんですが、そういったもので、こういったものというのは、熱理学の第2法則とかで、まあ、第1法則によって、 あのもちろんそのエンジンであればです、ね、もともとの燃料が持っている以上の,あのエネルギーは取り出せないですし、その,そのうちでもです、ね、燃焼温度によって決まるあの、えーと、第二法則によって決まる限界もあるということです。そういうものをです、ね、やっぱりそのあの明らかにしてで、それに近づくような設計をしないといけないというふうに、えー、と我々は考えているわけです。で、まああの そういうものにです、ね、あの基づこうというのがあの今の我々の考え方であの、これまでのプロセスアーキテクチャを一旦忘れて忘れて、必要な演算を高い実行効率で行うためには、あのどういう機構が必要かということにあの立ち戻って、まあ、そのためには結局です、ね、演算機に必要最小限のメモリと、あのそのメモリとの間で、まあ、必要な通信ネットワーク、それからその演算機の間の通信ネットワークと制御回路をつけると。 いうような非常にあの最小規模のプロセスを作っていくことで、理論限界に近いものを本当に実現するということをやってきました。でつまり、理論限界というのは結局ですね、あのえっと、計算するわけですから、まあ、計算のために必要なトランジスタというのは絶対にいるわけで、あのそれにまあ全部の,あのトランジスタとまあそれから電力ですねを使う、つまり演算回路だけで全て使うというのがまあまあ理論限界。であの それ以上にはもう,もう何をどうやったって、まあ、ある意味あのすごく当たり前ですが作業はないわけですからそういうことを考える。で、まあ、そ,うそういった回路を構成したためにはですね、まあまあ、いろんな新しいアイデアが入ってくるわけで、まあ、周辺回路、制御回路、現在機にいくつかの特許を今までくあて申請して認め、えーね、ら,られたものも、えー、と多くあります。でそういうものを作ることによって、まあまあ、実際ですねあのこれは今、えー、と我々が えーとプレファルネットワーク社と、まあ、共同で開発した、えー、とグレープ FPN の、まあ、ML コアというふうに、まあえー、と普通やってます,、まあ、あです我々のグループの,、まあ、あの社内、まあ、グループ内での開発コードはです、ね、このグレープ FPN2 という名前になっていますが、これでですねあの推,論推論だけではなくて、学習にも対応した AI プロセッサーとしては、まあ、世界最高の性能。これは、えー、とさ先ほどの反省度ですけども、反省度では1.2。 オペレーションパワーワットという安全、ねまあのです、ね、また先ほどの名前を出しましたグリーン500のランキングでもで、ねえー、2 1 1 g スパワーワットで、まあまあ、こ,れあのこ,この数字からい低いですけども、これはその先ほどのです、ね、16ビットと64ビットの違いがあるので、この差が出ることになりますが、まああのあの、世界トップレベルというか実際にまあ世界一を達成しております。あので それがですね、どっかって、その違いどこか来るかっていうのはこの辺の数字で、実際にですね、チップのトランジスターのうちのですねあの演算カ路のを使われているものの割合というものを見ていくと、あのインテルのジオンとか不学は大体,大体1%前後です。で GPU でまあちょっと大きい、それからちょっといろいろ問題があって、まあ、あ,のあんまり活動できないようですが、あの日本のペジージ社の,の,のプロセスですね、これは2.4から3%近くあります。 であの我々はずっと、まあまあ、10 15年ぐらい前に開発したこのグレープリアとトプロセスがあるんですが、これは10%を超えていますであの。我々の技術としては、これをです、ね、あの25%を超えるものにしていこうというのが目標になっています。なので、大体です、ねあの、インテルの汎用プロセッサーとかです、ね、GPU を比べてもです、ね、10倍以上のいろんな効率,効率です、ね、を,を実現しようということになる,なるわけです。 であのここは少しもう時間もあんまりありませんが、まああの、細かいテクニカルな話をあのしますけれどもあの、一つはチップレベルので,、ねでまあ、SMD 動作をさせるということによって、その通信とか同期のオーバーヘッド、それからプログラムの、まあ、実解釈、実行のためのオーバーヘッド、まあ、これあの、スーパースカラーのなんとかとかそういったところですね、すそれからあの他のですね、えーと コア間の結合についてもですね、あのハードウェアで、まあ、いろいろサポートする、それから演算機についても、あのですね、あのちっちゃな演算機でいろいろな制度を実現する、それから、まあまあ、さらにこう電力を削減す,するというものをあのいろんな特許で実現して、まあ、その他にです、ね、いろんなノンフォがあって実現して、まあ、高い性能を実現するということになります。えー、とまずこの,あのシムド動作ということなんですけれども、えーとまあ、シムドに 対応する言葉というのは、ミムドというものがあって、これはあの今の普通の、えー、っと、数学もそうですし、今インテルのプロセッサーの方ですが、48個とかのコアがですね、あのそれぞれ違うプログラムを実行すると。で、まあ、あのその中に、まあ、さ先ほども言いましたような、そのですね、512ビットのシムド動作するマニュアルを持つというふうになっています。それに対して、我々の技術の場合にはですね、チップの中のすべてのプロセッサーが同じプログラムを実行します。 言、まあ、う,うとです、ね、なんかあの、ミムドの方が柔軟でも駄が少ないような気がするわけなんですが、実際に、ね、は今もうあの逆になってきていて、えーとですね、プログラミングモデルとしては結局、すべてのプロセッサーが同じプログラム実行という形に書くわけですね。でそうすると、それを実行するべきでは、ではですね、あの逆にミムドの方があが同期とかコアカン通信のオーバーヘッドがあの非常に大きくなって、ですね今、性能を上げるのが非常に困難になってきています。 それから、ミムドで非常に多数のコアを持つためにはですね、要するにそれぞれが全部違う命令を実行するので、短い命令をうまく使える、非常に複雑な命令セットが必要になって、1個1個のプロセスラクアが非常に複雑になるということが起こってきます。ところが、シムドでは非常に長い命令を使って、コア内の並列動作を直接指定すればいいので、非常に簡単なあの あの命,令あの命令セットとあの簡単なコアで,です、ね、非常に高い並列を実現できるというなことになります。これによってです、ね、あの非常に高いあの性能を比較的簡単な、えー、とコアコア設計で、えー、と実現するということになっているわけです。それから、えー、ともう一つ、あの割と重要なのはこの、えー、とブロードキャスト、あれ、えー、とちょっと重なっていますが、ブロードキャスト並列というもので。 これはあの、並列動作する多数の SIM、まあ、ドコアがです、ね、単一の共有メモリを持って、その共有メモリから、えーとですね、全コアに同じデータを放送できる、それから全コアから読み出した命令をです、ねあ、データをです、ね、相場する、まあ、あるいはまあ最大値とかあの、なんとかして、共有メモリに書くということができるものです。これは、あのですね、並列動作の場合には、あの割りは基本的なあのオペレーションなんですが、実はひあの非常に普通の MIM のプロセッーサーでは非常に遅いです。 あの数十マイクロビルぐらいかかります。かかったりしますで、そ,それを、まあ、我々の特許の場合には普通、あのそれを、まあ、あのほぼ1ほぼ千分の1の時間で、えっと、実現できる。で、これは深層学習では非常に有用です,ですし、まあ、それ以外のですね、いろんなヘルス用でもあの有用になっています。それから、この辺は少し細かい話になります。演算機の構成に関する特許で、あの倍精度、単精度、まあ、半精度の演算機で、 あの上段回路を共有するような、まあまあまあ、この辺にちょっと、にちょっと細かい話があって、まあ、非常にやっこしいですが、あのこれによって回路規模を増やさずにですねあの、非常に応用範囲が高いプロセッサーを作ることができるということになりますあのこれ。これは少し細かいので、もうちょっと飛ばしてもいいですが、さらに周辺回路の投資、えー、を減ら,減らそうという技術になります。こういったものを組み合わせてですねあの人工知能 向けのプロセッサーとして、また、あるいはそれ以外のです、ね、大規模シミュレーション向けの、まあ、スパーコンプ4プロセッサーとしてもあの非常に高い電力性能と、まあ、コントパフォーマンスが期待できるものになって、でまあまあ、実際にそれがあのプレファードとの共同研究である程度実証,実証されているというふうに我々は考えています。で、あまあ、そういうわけで,ですねあの今もあの実用化に向けてはすで、まあ、に、まあまあ、できていることもあってです、ね、大きな課題はないと。 特に心臓学習向けでは大きな課題もないんですが、心、ま、臓、あ、学習以外に関してはです、ね、まあ、いろいろアプリケーションの開発のフレームワークとか、そういったものを設定したいというのと、それからあの今、ご存知のようにです、ね、半導体の開発コーが非常に高くなっていて、あのそのためにです、ね、あの少し安価な、えーと少し、つまり最先端から少し遅れた半導体プロセスでもまあ競争力がある。 プロセッサーになるように、まあ、アーキテ,テクチャ改良していきたいというのがあの課題だというふうに考えています。えっ、ー、と、そういうわけでこういったものについてですね、AI とか HPC 向けの,のプロセッサーとかですね、まあ、考えている、まあ、あの企業の方と、ぜ、ま、ひ、あ、共同研究を、えー、と共同開発をです、ね、行うかというふうに思っております。まあ、っこれ、えーとあの この辺が、まちティさんの特許を詳細ということになります。で、のまあ、あのお問い合わせは、エーくりけんのえイくりけん提の方さんの方にお願いしますということ、ね。